4月9日金曜日、おはようございます。モターステップ株式会社代表取締役のモターシです。今日ご紹介する商品はこちら、はい、EW2 本蓄光子入りです。こちらの商品サイズ展開はこの 15mm、 それと 10mm で、カラー展開が黄色、緑、青、黒、赤の5色です。で、この蓄光子なんですが、こちら 10mm タイプは 0.75mm の蓄光子が2本入っています。で、この 15mm の方は、1.5mm 幅の蓄光子が2本入っています。で、こちらの商品、まあ、この蓄光というのは簡単に言うと、こういう明るいところで光をためたものを暗闇で放出する、なんで暗闇にもこれをパッと持っていくと、ぼやーっと光った、ものになりますんで、例えばこちらが明るいところで、写した写真で、次にこちらが暗闇で写した写真、はい、こんな感じで暗闇でぼやーっとこの蓄光子の部分が光りますので、例えば 防災グッズ、はい、急に室内が真っ暗になった時に、大事なものを見つけやすくするために、この蓄光子入りのテープでストラップを作っておくと、そこの部分だけが光っているのですぐ手に取ることができて、その後の行動を映しやすくする。もしくはアウトドアなんかでも、例えばテントの中をランタンの光で活動している中で、ランタンの光が消えた時には、その例えば手持ちの携帯であったりとか、ライト、懐中電灯なんかにこのストラップをつけておくと、すぐその位置が分かるので、そこからまたいろんなものを復活させるっていうことができると思いますので、蓄光子、夕方徐々に暗闇になっていく中ではあまり効果は得られません。というのも、だいたいパッと暗くなってから10分ぐらいはこう光を放出して、なんか目に見て明るさを感じるんですが、それ以降になると徐々に光がフェードアウトしていきますので、夕方暗闇に徐々になっていくところでは、蓄えた光を徐々にこう放出していって、真っ暗になった時には放出しきっているという場合もありますので、まあ、パッて暗くなる、そういうシチュエーションのところにはこの蓄光子入りのテープ適していると思います。用途はストラップやネックストラップに主に使われています。今日は、EW2 本蓄光子のご紹介でした。それでは今日も一日頑張りましょう。